北山は、新潟県佐渡市にある山。標高1171.9メートルと、島内で最も高い山である。大佐渡山地のほぼ中央に位置する。北山と呼ばれていたが、江戸時代初期に佐渡金山が発見されてから、現在の名で呼ばれるようになった。なお、山頂には、日本海全域を監視する自衛隊のレーダーサイトがあったが、2010年により、 その金北山の西隣の妙剣山山頂に建設され稼働を始めた新型レーダーサイトにその役割が引き継がれた。第二次世界大戦後、占領軍であった GHQ に属していた米国空軍が当時のソ連の脅威に対し、金北山山頂にレーダーサイトを建設しその管轄下にあったが、1960年5月、施設は米国空軍から、 航空自衛隊に移管された。2010年より、その金北山の西隣の妙見山山頂に建設された新型レーダーサイトが稼働し、前者は半世紀以上にわたるその役割を終えた。なお、この施設は航空自衛隊佐渡分屯基地の管轄下にあり、その庁舎は金北山の南に位置する両大山山頂近くにある。ありがとうございます。